この動画はかつてゲーム少年だった男がさまざまな新旧のゲームをプレイする中で時に笑い時に涙し自らの衰えと戦い続ける熱き中年の物語である。はい、どうも、人生かきいろです。俺たちとファミコンと40代プレイ。ということですね、今回プレイするソフトは、キャッスルクエストになります。よろしくお願いいたします。あ、今ちょっとオープニングの説明が流れましたね。このゲームはね、1990年に発売なんですけどもね、ただ友達がこれ持ってて、でね、ちょっと遊んだ記憶があるんですよ。ただ友達ん家にあったんで借りてもなかったんでね、そんなに深くプレイしなかったんですけども、なんか印象に残ってて、で中古屋さんでね安く売ってたんで買ってきたんですけども、なかなかこれ起動しなくてね、ちょっと諦めてたんですけども、最近ようやくちゃんと起動するようになりまして、パズルゲームなんですよね、こういう。まあ将棋とかチェスとかに近い感じなんですけども、で戦闘がまあこういう感じなんですよね。そういうこの、まあ、パズルじゃないですけどもね、戦略ゲーム的要素があるんで、ちょっとね興味があってプレイした記憶があります。やった時はちょうどね中学生ぐらいだったんで、まあなんとかね、まだ理解できたらと。これ多分小学生の時だったら多分面白くなかったと思うんですけどもね。パトソンなんですね、これ。じゃあ、とりあえず、まあ、クエストモードでいきましょうか。はじめから、じゃあ、柿色で。はい。よし、先行。めっちゃ長ーい。これクリアすんげえかかるな。こんなにあんの？何日暮れまで30ターン。あれこれけど先手でいったったら、あれっすね。先に戦闘仕掛けられないですよね。使おう。ほら。ますよね。うわやったわ。よし。うわ負けたー。そうやばい。難しいな。あ、おっか。ほら。ちょっと魔法でいくぜ。こっちそうやな。逃げよう。
うしようかな。とりあえずこいつでいくか。やったー、倒したー。倒して骨抜きってなんだよ。難しいなあ。あ、来た。あ、来たー。最悪、やべえ。逃げよう。最悪ー、やられたー。なんだ、お、ジョーカーであんの。へえ、すごい、やべえ、めっちゃ強え、こいつら。やばいでーす。うわあ、なんか出るやつはすげえ少ないですけど。ああ、負けたー、やばーい、もう終わる。難しいなこのゲーム。こんな感じなんだ。すごい難しいんですけど。動けるマス決まってんすね。とりあえずこれでまたこれを使おう。ほら、とりあえず負けるのを覚悟で。やった、イエーイ。魔法で死んだらあれも残るんだ。死にました。あ、頑張ってるね。あ、無理だ、負けた。あ、結構回復するな。やばいでーす。追加して、どうじゃ。あんまり効かないな、思ったより。よし、まあ来るよね。ですよね。きついな、終わってねえな。最悪、終わったー。このゲーム難しい。すごい難しいじゃないですか。え、終わりではないんか。出世した。え、なんてこった。ごちそうさまで、しに行こう。うそー、逃げられたー。
お、やった。やばくねえか。王様、あ、やっぱり王様来やがった。ですよね。王様強いのかな。そうでもねえな。あった。あー、王様やられちゃった。あー、あ、タルトが出てきた。なんかあれ、またもう一回始まるのかな。あ、一応勝手に本中になるんだな。はい、ということで今回ここまでになります。皆さんどうぞお疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、なんか将棋とね、あの RPG のコマンド入力の戦闘が組み合わさってて、なんか面白いですよね。これなかなかアイディアな、あのゲームだと思います。まあ僕はね全然ダメでしたけどもね。まあもしあの皆さんもコメント等いただきましたら、もちろんここからガンガン続きやって、あの最後の城まで行きますんで、もしよろしければお願いいたします。また今後もいろんなファミコンゲームをねやったりもしますし、その他の、まあ、私が持っているあのゲーム機のゲームをどんどんやってきますんでね、もしよろしければご覧になってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。